で、まあ決勝勝ち上がりおめでとうございます。まずね、今回祭開始前の最後の平安賞というところで、決勝に行かれましたけど無事、まずは率直な感想をお願いしたいんですけど、まあ、本当にやっとスタートラインに立ったって言われる割にはそのスタートラインまでの緊張感が逃げつなかったんで、まあ今日本当にこう山田先輩と千代さんがついてもらっていいレースができたと思います。まあ、今日の、ね、準決勝の振り返りをしたいんですけど、まあ、まず今日初手、前からのスタートになりましたけども、作戦とか何か考えてたんでしょうか。まあ、取れた位置からで大丈夫かなと思ったんですけども、まあ、やっぱりみんなちょっと検査入って前から受けて立つ立場になってしまったんで、まあ、前から始めたわけです。お願いします。まあ、そこからまあちょっと、まあ、引いてという形になりましたけど、まあ、そこからまくり切ってという感じで、まあ、ワンツーが決まりました。まあ、最後、まあ、ゴール前とか踏み出した感触とかはいかがでしょうか。まあ、レースの道中は切ってなんで、はい、あれだけハイペースで赤番を通過した後には絶対1個読むところがあると思って、まあ、そこ逃さず仕掛けていったんですけど、まあ、仕掛けてからはやっぱりこう前に慎太郎さんだったりとか松井さんがいる、まあ、そうか若いその立て足のある先行屋もいるっていうのも横にも来るっていうのも想定しつつ踏めるコースなんで、まあ、悪くないと思います。まあ、3走されて、まあ、状態とか、修正点とか、まあ、何かあれば体の面はですね、集中力を高めていきます。わかりました。まあ、最後に決勝に向けて意気込みをお願いします。決勝戦は本当に自分が優勝できるか、もしくは来年の中から優勝を出せるように、まあ、しっかり頑張ります。盛り上がるように、はい。